三菱シコルスキー S-61 会場、自衛隊の HSS-2B 三菱、シコルスキー S-61 は、シコルスキー S-61 を新三菱重工が、ライセンス生産したヘリコプター。紹介ヘリコプターは1964年より、領収を開始し、順次に改良を重ねつつ、計1 6 7機が2003年まで運用された。またこの 対戦専用の装備を持たない S-61A も生産されており、救難ヘリコプター型が13機、そして、再評艦に搭載される輸送ヘリコプター型が5機、製造された。海上自衛隊では、HSS-2、S-61A を、千鳥と命名している。海上自衛隊のヘリコプターとしては、まず昭和31年度までにベル 47D4 機、 S-513 機、S-553 機が、立山航空隊に配備され、容易に要請が開始された。また、昭和33年度からは、本格的な紹介ヘリコプターとして、HSS-1 が導入された。その後、第二次防衛力整備計画で、ヘリ空母の建造が計画され、その艦上機としては、HSS-2 が適当であると考えられた。 アメリカ合衆国も、この計画に、好意的で、HSS-2 を含めて、経費分担方式による援助が計画された。1961年7月の国防会議において、CVH の建造は認められなかったものの、HSS-2 については、陸上機23機の取得が認められた。新三菱重工は、シコルスキーエアクラフト社との間で、 ライセンス生産に関する仮契約を結び、1960年12月20日、外資審議会により承認された。なお、アメリカ海軍では、1962年の命名規則改正に伴って、HSS-2 は SH-3A と解消されたが、海上自衛隊では特に解消する必要がなかったことから、従来通りの名称が使われ続けた。 HSS-2AHSS-2 の1号機は、アメリカのシコルスキー社で製作されたもので、もともと、アメリカ海軍向けの SH-3A として、製作されていた機体のうちの一機であった。死飛行の後解体して、日本に海上輸送し、新三菱重工業小牧工場で再組み立てして、1963年12月2日に、初飛行、 1964年3月24日に海上自衛隊に納入された。また2号機及び3号機はノックダウン方式とし、同年5月及び8月に小牧で領収した。4号機以降は国産としたが、当初は部分製作の段階から始め、逐次国産化率を増大した。しかし、一部のものは最後まで輸入された。対戦捜作用戦車として、案。 アクス -10 リッピングソナーを備えており、またアン、アプン -130 ドップラーレーダーと電波コード系自動安定装置を連動させた高度な自動操縦装置を備えていた。エンジンとしては CT58IHI-110 から2を搭載していた。その後、アメリカ海軍がアン、アクス -10 に変えてアン、アクス -13 を採用したことから、 7号機以降では、こちらに切り替えられることになったが、アメリカ海軍向けの製造が優先されたことから、7号機から11号機までは、ソナー未装備の状態で領収して、後日装備とし、また12号機から15号機までの領収予定を6ヶ月延期した。なお、アクシマイナス13のマップ供与は17号機で終了し、18号機からは、 国内で生産したアクスマイナス -13 を搭載した。また、T58 ターボシャフトエンジンについても、石川島張間重工業での生産が軌道に乗ったことから、12号機から国産エンジンが搭載された。二次防では、上記の通り23機が発注されたが、第三次防衛力整備計画でも32機が追加発注された。またさらに、 第4次防衛力整備計画では28機が発注されたが、こちらは、シコルスキー社としての区分は S-61B-1 となり、海上自衛隊では HSS-2A と称された。おおむねアメリカ海軍の SH3D に対応する機体であり、エンジンを1400馬力の T58IHI-10M1 に更新したほか、特に日本独自の工夫として、 ローターヘッドの上に国産の HPS-101 レーダーを設置した点があった。これは衝突防止及びポジションキーピングを目的としたものでアンテナをローターヘッドに直接取り付けてローターの回転を利用して周囲を操作する仕組みであった。28機のうち10機はベアトラップ着艦高速装置に対応した関西型、残り18機はこれに対応しない。 陸上専用型であった。ただし関西型のうち5機が後に陸上型に改装されたほか、23号機以降ではテールブームを延長するとともに水平安定版を増積することにより、空力的改良が施されている。HSS-2 は1987年7月、HSS-2A は1991年6月に全機除積された。 HSS-2B このまも、脅威としての対象潜水艦の性能向上や対艦ミサイルの配備が進展しており、これに対応する対戦ヘリコプターもさらなる高性能化が要求されるようになってきていた。このような情勢を受けて、1960年代後半のアメリカ合衆国ではヘリコプター短期で対戦捜索から攻撃まで一連の対戦戦術の 遂行を完結させる、ハッツの概念が提唱されていた。そしてこれに従い、航空母艦用の艦上機として、SH-3A をもとに、新たに、アクティブとパッシブの両機能を備えた、その部位システム、釣り下栄光式マット、対艦ミサイル防御用レーダー及び電波探知装置、チャフを追加装備した SH-3H が開発され、1 9七十年代より、 正式化されていた。またフリーゲート用としても、その V システムとマット、レーダー、イザム及び、魚雷1本を搭載できる SH-2F ランプスマーク、I を実用化していたほか、イギリス海軍も同じような目的で、フランスと共同開発した、リンクス WG-13 の運用を開始していた。海上自衛隊でも、ポスト4次防時代に入ると、 リッピングソナーを使用する従来の再探知、魚雷攻撃機能の他に、その部位のミニバリアー転調を行うその部位オペレーション、レーダーやイザムによって、水上目標を、探知追尾し、護衛艦部隊の艦隊艦ミサイル攻撃目標指示を、行う、対水上戦支援機能、レーダー、チャフを用いる対艦ミサイル防御機能等を合わせ持つ、多機能対戦ヘリコプターが要求されるようになった。 これに応じて、HSS-2-2A を性能向上させて開発されたのが、HSS-2B である。ティッピングソナーを HQS-102、捜索レーダーを HPS-102 に国産化するとともに、アン、アスク -81 次期探知機、アン、アルア -66 電子線支援装置、その V 受信機、戦術情報処理表示装置が追加された。 この TDDS は、おおむね P-2J の発射 -116 に相当するものであった。このように装備が強化されたことから、従来の対戦戦純則は、戦術準則に、また、ソナーマンとされていた乗員は、本機より、センサーマンに解消された。デジタル汗の開発、軽基板のソフトマウントか、アイスディフレクタも、開発、搭載された。 搭載機器の重量像は燃料搭載量にしわ寄せされたために、航続距離が短く、部隊の全評判はかんばしくなかった。また一部の装備は領収開始に間に合わず、TDDS を搭載したのは、昭和52年度調達機4機のうち初号機のみ、また52.53年度調達機8機は、捜索用レーダー及びイザムを搭載しない状態で、納入された。 1979年12月納入、1980年12月に部隊使用承認を受け、84機が調達された。ただし本機はライセンス生産化を図っていたとはいえ、1986年4月の時点でもアイテム費で40%、金額費で27%の国産化率にとどまっており、アメリカ合衆国からの輸入なしには製造困難であった。 すでに、アメリカが衆国での同型機の生産は1980年10月には終了し、1990年代前半には、海軍での運用を終了する予定であったことを、勘案すると、1990年代後半には、海上自衛隊での HSS-2B の維持管理に支障をきたす恐れが大きかった。また、上記の通り、本機の搭載システムは、P、P-2J と、 同世代のものであり、P-3C 時代に突入した航空集団においては陳腐化が懸念されたため、本機の運用試験中から関西ヘリコプター後継機の計画がスタートした。しかし同計画では、前進策を避けて思い切ったシステム開発が行われたために長い開発期間を要し、また、全評判を覆して本機は舞台で、 大きな成果を上げて好評だったために、本機も長く用いられることになった。1982年には、白根搭載機3機がリンパック82に参加して、ウイジンを飾り、13日間の演習中に飛行時間144時間に、渡って、対戦戦、対水上戦に活躍し、終演後の好評で、エクストリームリーエフェクティブと激勝を受けたことで、 従来は最短地攻撃兵力と位置づけられてきた紹介ヘリコプターが、その部位を装備することによって初探知兵力となり、その後、マットによる位置極限、類別を経て攻撃に至るまでを単独で完結できる武器体系に生まれ変わったことを印象付けた。その後、1991年6月28日には SHX 計画によって開発された。 SH-60JC ホークが部隊使用承認を受けた。本機はこれによって代替されていき、A3、中規模によって、関西型はすべて SH-60J となった。また陸上型の退役も進み、2003年7月7日、大港基地所属の8167号機の除籍をもって運用を終了した。S-61A 新しい南極。 観測船として昭和38年度より震災評判の計画が着手された。これと並行して搭載機の機種選定が進められており、HSS-2 とほぼ同型の S-61A と総海ヘリコプターとして採用が決まっていた V-107 とが候補とされたが、検討の結果 S-61A が採択された。 S-61A は HSS-2 と極力共通化し、対戦装備を撤去する一方で、キャビンの延長、床板の補強、貨物の固いましめ装置その他物資輸送用の偽装を施すなどの変更を加え、HSS-2 の生産ラインの中に組み入れられた。1号機は1965年6月25日、2号機は 同年7月28日にそれぞれ完成した。またその後、さらに追加されて、警護機となったほか、HSS-2B のうち2機が、南極ヘリに改造されて、延べ7機となった。その後、第51次支援業務からは新たに導入した、CH-101 が使用されており、S-61A は2008年5月までに、全機が除籍された。 S-61A 海上自衛隊では初の救難機であったシコルスキー S-55 の後継として1965年2月より S-62J を導入した。しかし同機は単発機でエンジン出力に余裕がなかったことから1976年2月より HSS-2 と同型の S-61A を導入した。 また8944号機以降の10機は HSS-2B に準じた設計となった。従来の機体との外観上の差はビッグテールのみだが、エンジンを1400馬力から1500馬力に増強したほか、ドップラーレーダーなどの電子機器及び汗がデジタルタイプとなるなど大幅に機能が強化された。各型合わせて13機が装備された。その後、 1991年11月より、後継機として UH-60J が導入され、S-61A は2001年3月までに全機が除籍された。ありがとうございます。